ヒジティ、どうも、サグワです。コウキでーす。ネットの記事で読んだんですけど、北海道にあるあのセイコーマートっていうコンビニで今山わさびフェアってやってるらしいんですよ。北海道の友達に送ってもらいました。だスーパーで、お、ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいい。あ、来なきゃなったタイミングだ。あれでしょ、辛いやつでしょ。え、辛いってちゃダメだ。苦しいって聞かされてんだ。え、うん、ダメじゃん。マジでヤバいらしい。死ぬほど刺激が強い。言うてもわさびでしょ。だって、そう、言うてもわさびなんだよ。言ってるけど、わさびいっぱい口に入れたらヤバいから。俺も沖縄行きたかったな。あ、楽しかったよ。うん、サグワの動画で見なきゃよかったって思った、初めて。しかも、なんでポルシェなんか書いてんの。あ、そうやね。せっかくならオープンカーよくないって。しかも、あと普段乗らない車乗ってみたくないって。確かに行きってみようよ。あ、いや、音めっちゃ良かった。お、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 実食。あ、あ、あ、これ、あ、あ、いや、マジマジマジ、やばいよ。ここ、ここ。あ、あ、あ、実食。うま、まあ、負ける。うまそう、うまそう。いただきます。うわぁ、嘘でしょ。どうした、どうした。マジ、てかめっちゃ顔赤いもん。やばい、一瞬鼻マジぶん殴れるよ。あ、うまい。いただきます。その量いく。うん、その量いく。最悪。やっぱり、マジもっと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 少ないよ。あ、もう追い上げがすごい。追い上げがガン出してくるわ。ここがマジ。あ、うまい。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 癖にはなる。ここはレビュー書いてるんですよ。食べられる拷問。拷問じゃない。ゴーグル必須。え、セイコーマートの悪ふざけ。食堂から大腸まで大やけど。いや、まあその感じは伝わったわ。食べる催涙ガス。催涙ガス食べたことない。全然うまい。最初だけ、最初だけ。うん、最初の衝撃はびっくりした。おい、小娘、ゆかちゃん。何？山わさびラーメン。うまい、マジうまい。全然辛くない。うん、そうなんだよ。え？ん？全然いける？嘘だお前。はぁ？食べてみよう。待って待って、お前がそんなことやるとさ、俺がこの前半に使ってたそのシーンでさ、ギャー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 って言ってんのが嘘つきになるわけよ。ついてきた？来てんじゃん。来てないから。逆に大げさ男やな、三人とも。やらせ YouTuber。 もうやめろよお前。やらせ YouTuber。 そう、一緒にすんなよ。やめて。いっぱいいるじゃん、そんなやらせ YouTuber。 あ、怖い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 。パンに来る、これよ。あ、やばいやばい、もう今来た、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 今来た。YouTuber よ。嘘じゃないんですよ、これが。びっくりしない最初。うんうん、いいねいいね。後から来るからもう追い上げがすごいんだよ、これ。あ、ちょっと今来た。何それ。じゃあもう一回やらせバージョン撮る。ちょ、やらせバージョン、ね、いや、じゃあ待って待って。リアクション撮るつもりにあって。マジ、これはやばい。これやばい。